今ねどこにいるかってハンガリーのブダペストにいます。ブダペストのバーにいます、中心街でね。でこういう感じで今飲んでるんですけど、とりあえず一杯とりあえずあのハンガリーのビールを飲むことにしました。あ結構洒落たな音楽、これロックだね。今日髪の毛切ってね、こっちでね、まあ、結構さっぱりしました。まあ、上はそんなに切らなかったんだけどね、こっちのサイドを結構切って、まあ、よかったです。で、こういう感じでやってますからね。やっぱ現地に行ったら、現地のバーとかパブに行って、現地のお酒を飲む、これはいいですね。あんまり酒飲みすぎると肝臓悪くなっちゃってね、肝臓病になって、肝臓がなっちゃうんでね、危ないですからね、あんまりやめた方がいいかもしれないけどね。まあ、飲みすぎないように程度にって感じです。飲食店が溜まってるところがあって、この上がなんかちょっとね、ちょっとした公園みたいになってるんですけど、そこのところにいます。こういう感じで今見てるんですけど、ここプールかと、プールじゃないんですけどね、ちょっとした水の楽しんでる感じです。だからそこに足を入れて、足湯みたいな感じで、やってます。こういう感じでね。だからそこのところで、まあ、こういう足を入れて、涼む感じです。あそこの見ていただいてね。で、まあ、こんな感じで多くの人々がいるんですけどね、下に行くと、多くの、そのお店があります。飲み屋ね、バーとかね、一杯ちょっと下ってここでちょっとまったりとしながらね語るのもいいかもしれませんね、はい。ハンガリー温泉があるんでね、ぜひ温泉も行っていただきたいんだけどね、今回、まあ、前回2回2つ行ったんだけど、今回1つだけかな、ちょっと時間的に厳しいんでね、カジノでちょっと時間過ぎやすすぎたかな。まあ、ちょっと気合入れてきます。国際河川のドナー川が流れていること有名ですけど、そこからの景色が、まあ、ここに来る人はみんな来ると思うんですけどね、このドナー川の景色を楽しんでいただきたいと思います。昼も夜も両方おすすめです、ね、夜は夜で本当に夜景になって綺麗なんですけど、ライトアップされてね。でここから見るそこが鎖橋です。で、城であるとかね、王宮であるとかいろいろあるわけですけど、この辺りねすごくいいです。でここ散策する道になっててですね、遊歩道になってて、ベンチなんかもあるのでね、ベンチに座りながらこの景色を楽しむといいかなと思います。で、まあ、こういう感じで多くの人々がいますけど、すごいなんだその靴は不思議だね。でクルーズ船がね、すごくいい感じです。ドナウ川ここに入ってもすごい濁ってますけどね。だからこれは下流の方です。ウィンとかブレスラバにはあるんですけど、だん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 下流に、来るに従ってね、川幅が広くなります。まあこれはどこの川も基本的にはそうだと思うんですけどね。まあ、こういう感じで。